皆さんこんにちは、ネコビットの河津です。今日は M5 スタックというガジェットに、つけるミディモジュールが完成したので、そちらの紹介をしようと思います。まずこのモジュールの組み立て方から紹介していきます。本体とボトムケースを分割して間にミディモジュールを入れる形になります。組み立て方としては普通にスタックするだけですので、その下にボトムケースを、ボトムモジュールですね、ボトムモジュールを装着します。そして、横にミディコネクターをジョイントする場所がありますので、そちらにミディのブレイクアウトされたコネクターをカチッと音が鳴るように装着してください。これで完成です。次にミディの受信をテストしてみましょう。これは PC で再生した MIDI 信号を MIDI インターフェースを介して M5 スタックに受信しています。このスケッチは GitHub にアップしています。次にMIDI に反応して音声を鳴らしてみましょう。これはマイクロ SD カードの中に入っている WAV を MIDI に反応して再生するというスケッチになっています。 MIDI の送受信ができるデバイスであれば何でもつなぐことができますので、電子ピアノにつないでみましょう。M5 スタックの MIDI アウトから電子ピアノの MIDI インにケーブルを挿します。そして M5 スタックの電源を入れます。当然スケッチ次第でベロシティも含めた音情報が送信できます。最後にアナログシンセに同じようにシーケンスを走らせて同時につまみをいじってみましょう。いわゆるステップシーケンサーの使い方ですね。シーケンスを走らせながら他のパラメータをいじることもできますので、音色変化させ放題です。このように書き込むプログラム次第でいろいろな楽器に変化してくれるこの M5 スタックの MIDI モジュール、作った人がプログラムを共有してみんなで楽しむのもいいと思いますし、オリジナルのプログラムを作ってそれを、ライブパフォーマンスなんかで使っても面白いと思います。書き換え可能な M5 スタックならではの楽しみ方をみんなで楽しんでいただけたら幸いです。それではご視聴ありがとうございました。